小賀市は、福岡県のカ谷地方にある市。大根川小賀市中心部周辺の空中写真。2007年9月20日撮影の15枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。福岡市から北東約 15km、宗方市から南西約 15km の場所に位置する。 福岡都市圏の10%通勤圏に属し、福岡市のベッドタウンとして、順調に人口を伸ばしてきたが、現在その伸びが鈍化しつつある。市政施行前は、か谷郡ぐ小賀町であり、現在でも、広域行政などの点で、か谷郡との関係が深いほか、隣接している、胸形市、福津市とも歴史的に関係が深い。西は、玄海灘に面し、 松原が広がる砂丘地帯である。北部と南部には丘陵地があり、それぞれ福津市、新宮町に接している。東部には三軍山地から伸びる犬鳴き山地がある。町中心部にはその山地から大根川が流れる。大根川と隣に流れる中川の大石、扇状地で小平地を形成している。中心は天神地区であるが、 近年その空洞化が懸念されている。総合文化施設、サンフレアコガがあり、図書館や歴史資料館などの施設が整っている。限界国定公園の一角を担う花、鶴ヶ浜や宮若市との町境にある西山など、自然にも恵まれている。1889年4月1日に、関内村が発足し、1938年4月17日に、 調整志向して小賀町となった。関内が小賀になったのは、1889年に、鉄道が敷かれる際に集落を避けて海岸沿いの小賀に駅を作ったからと言われている。2007年7月10日、小賀市長は、福津市長、新宮町長に西一町合併の提言を行った。なお、新宮町に関しては、福岡市との合併構想もある。 福岡女学院看護大学大学高等学校、中学校小学校機械工業や食品工業などの工場が多く立地している。小賀駅廃止された鉄道路線高速道路、一般国道主要地方道市内のバス路線はすべて西鉄バスの路線で西鉄バス棟方が運行する。国道3号バイパスを通る路線と国道495号を通る路線があり、 近隣の福岡市、新宮町、福津市、宗方市と小賀市を結んでいる。他に、小賀駅を拠点として、市内各地に運行する路線もある。コミュニティバスとしては、乗り合いタクシーの公共施設等連絡バス、小賀バスが運行されている。西鉄宮寺学選拝市後の2007年度より、代替交通として、市内各地を運行する、小賀市ミニバスが運行されたが、 利用不振により2009年度いっぱいで運行を終了し、以後は公共施設と連絡輸送だけ運行されている。ありがとうございます。